い、どうもこんにちは、たかしです。今日も元気にいきましょうぜ。はい、今日はですね、相撲界のトーナメントの、コロシアムの、カオスのうるさいですけど、相撲界あのねガーッパでいけたので、その動画を撮りたいと思います。お願いします。はい、今回こちらのガーッパでいきたいと思います。ちょっとね、でね、ここがねポイントがね、多分マルコは絶対いる、うん、このパーティーで行く場合はマルコ絶対いるのと、まあ、解放がね、船長封じ向こうがついてればいいんですけど、3ついてればいいんですけど、ついてないので、僕はこのロビンを入れます。結構ね、これ安定すると思う。結構ってか、だいぶ安定する。で、エネルがなかったら、心属性の強い人、攻撃力が高い人、うん、が一人いるといいかなっていう感じでございます。で、これね、ツイッターでもね、ガッパでいけますよと教えてもらいました。ありがとうございます。ちょっとね、やってみたいと思います。お願いします。はい。で、多分動画上がるのがもう、なんか変な時に上がるかも、この動画。タイミングが。もう帰っちゃうからね、殺し屋もね。そう、今、9日撮ってます。9日のね。9日の帰るギリギリで撮るっていう。行きましょう。はい。で、まずはね、喰らいません。私は喰らいません。はい。私は喰らわずに。ああ大丈夫か。はい、お肉が持ったね。せっかくお肉残してるじゃない。まあ、お肉を残しておいた方がいいかな。で、食らってね、ちょっとだけターン稼げるんで、食らっても。どちらにせよ、竜まで、ドゥーンってやられるじゃん。ドゥーンってやられるから、もうそんなに気にしなくていいです。もうできるだけターンを貯める。マルコを絶対貯めてください、マルコ。マルコを、そう、竜までの時に使うので、食らっても貯めた方がいいと思う。うん。とりあえず、マルコを貯める。マルコと、このロビンね。ロビン、これ、あそこ、NS ロビン終わった時にもらえるロビンです、これね。で、こんなに食らうのはちょっと怖いので、僕は倒しちゃいます。次の亀のところで貯めやすい。亀のところのバズーカ君がね、貯めても全然いけるので、もう、ぐちゃぐちゃ。ちょっと声ガラガラってね、申し訳ない。で、このバズーカ君は貯めれるんですよ。貯めれるので、バズーカ君1人か2人、うん、たまらないようだったら2人残して、食らいつつお肉取りつつって感じ。僕は1人倒してあげます。うん、これで倒せるかい。よし。で、この人は分かんない。この刀のなぎなたさんを残したことはないので、倒した方がいいかも。これを残して封じられても僕はもう何も責任を負いませんので追いかねますので、高橋ズボンピースチャンネルでは追いかねますので、お気をつけください。はい。で、この人を、で、貯める。うん。まあ、ちょっと倒しちゃうけどね。倒しちゃうけど。で、マルコが多分全然スキル上がってないんだったら、うん、やっぱもう一人残した方がいいかもね。うん。で、まあ、ぼちぼちこれの人で貯めますと。で、カメさんでも貯めれるので。で、マルコ、ここでマックスにしなくてもいいけど、マルコが2、うん、2だね。マルコが1ターン、2ターン、2ターンぐらいでは、までは貯めた方がいい。なので、ここでは、はい。はい。はい。はい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 。まあ、ガッパ体力あるのもね。で、サニー号はメリーでも大丈夫かな。まあ、サニーの方がいいかなとは思うけど。よし。あー、どうしよう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 。お肉もったいないけど。お肉もったいないけど。はい。倒しちゃうかな。あー、どうしちゃった。まあいいでしょう。まあ、あと10。10たまんないかも。たまんなかったらどうしよう。やべ、溜めてとか言ってたまんないかもしれない、これ。まあ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 なんとかなるでしょう。たまっかな。やべえ、ためてとか言っといて。僕倒しますね、じゃあね。倒して失敗してる。やべえ、大丈夫かな。大丈夫か、これ。あと7ターン。たまんないかもしれない、ギリギリ。まあ、マルコが2ぐらいだね。2ぐらいになれば次で1。うん、2か3、3でもいいっす、4でもいいっす。うん、なんなら、うんうん。大丈夫かよ。まあ、多分本当に4、運が良ければ5でもいけると思う、多分。ここで。多分今4でしょ、3。うん、多分いけると思います。あ、いけますね。よかったよかった。ちゃんと溜まりますね。この感じで溜まります。はい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 。で、一応ターン稼いで。どうせ次でね、次でドンってやられるから。もうここで多分倒しちゃうと思うんで、もうお肉を取れるだけ取りましょう。はい。はい。まあ、意味ないけどね。ちょっとでも、ちょっとでも、ちょっと残るから。ちょっとでも、ちょっと残るから。で、リュウマさんに
ズバンやられる、ズバンやられる、うん、ダンやられる。でここ全部お肉取る、ここは全部お肉取る、お肉を取ります。でそう、お肉取れば生きれるので取ります。ちょっとこれ大事だよ、ちょっと大事だよ、ちゃんとくれて、ちゃんとくれて、ちゃんとくれて、よしよしよし。でこの人が4000なんですよ。そう、4000なので、もう一回くらえる肉。あーすごい、スロットが悪いけど、できるだけ 50% ぐらいになってからウソップは使いたいんですよ。なので肉をできるだけ取りたい。ここね、ガープ使ってもいい気がする。フレンドの方、もしスキルマンの方であので、使います。はい、でお肉を取って肉を補給して、できるだけ半分まで頑張って、半分になったらウソップ使う。え、あー、お肉来ないんかい。いやいや、これはこれで嬉しいけども、これは待って、これ逆に半分までいっちゃうんじゃないの。これはこれで嬉しいけども、大丈夫ですね。あ、大丈夫でした、大丈夫でした。ちょっと半分になるんで、半分になるんで、よしよしよし。で4、ギリギリ生きれるお肉、うん、ソップ使います。うん、本当はもうちょっと、もう2回ぐらい食らわせてる。お肉があれば結構耐えれるので、ウソップ使います。はい、半分ぐらいになったらウソップ使う。ただ生きれる、生きるためにもうウソップを使わなきゃいけないので、あの、僕は今生きるためにウソップ使いました。で、まあ、半分以下になったら、あの、もう攻撃してくるんですよね、6000でね。だからとりあえず頑張ります。はい、行きます。やばい、あ、別や、よし、ロビンが早い。まあ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 、あと3ターンかけて倒せるかな。そう、まあこれ食らったとしても、あの、ロビンさんがね、これをロビンさんであれします、解除します。はい、解除して、ではこれが船長効果、向こうがあの3解放されてる人がいたら、もうロビンじゃなくて強い心の人でいいと思う。なかなかでもいなくない。相当やり込まれてる方だよ多分。お肉を取りつつ、取ったら6000なんですよね。お肉はできるだけ取りましょう。はい、お肉は取ります。これいいんじゃない、結構いい感じだよ。お肉が、あんむむむむ、これしか6000なんですよ。6000なの、攻撃力が、あの必殺技が毎ターン6000やってくるので、死ぬようだったらマルコですから、ここでね。だからマルコ意外と溜まってなくても意外といけそうだね。全然いけそうだった。さっきの僕の何ターンとかいうの、あれ嘘です。訂正します。動画内で、動画内で嘘ついてた。はい、あとお肉が来ても生きれないので、お肉1500ぐらいなので、6000くらったらダメなので、マルコを使います。はいはい、しょうがない、ここはしょうがない。あの戦中効果向こうはもうやってこないから、1回しか。でマルコを使って全回復で、できれば1回食らうぐらいで突破したいね。弱らせても大丈夫なので、いきます。まあ1回は食らっちゃうね。まあ1回2回食らっても、2回食らってもまあ大丈夫。できればこれだけで済ませたい。ここで突破したい。できればここで突破したい。いけるかな。あ、サニーゴ使っちゃおう、ここで。次どうせスモーカーあれだもんね、あれだもんね、ちょ、あ、なんかチェインロックみたいなあるから、チェインロックじゃなんかわかんない、忘れた、あの、なんかコンボ、コンボロックみたいなんじゃ。あ、いけるね、これでいけます、確実に。はい、で、強い人のスロットを変えたい。いいんじゃないですか、結構いい感じですよ、現状いい感じでございます。はい、来ました、スモヤ。スモヤどうするんだっけ。スモヤどうするんだっけな。あ、これはもう、もう頑張るしかない、ここはひたすら叩く。で、どうしたんだっけな、ひたすら叩きました私、確か。いきます。とりあえずお肉をできるだけ取ります。お肉は取りつつの、お肉取りつつ、あ、違う違う、お肉取りつつので、お肉取りつつので、はい。でね、意外とあの、うわー、スロットが最悪なので、ガープ使おうか。多分フレンドの方がもう一回溜まるんですよね。ガープ使います。ちょっとあれですけど、うわー、ちょっとお肉出たらもったいないか、悩むな、ここ。ただスロットがちょっと悪い、使いましょう。フレンドの方が溜まることにかけます。多分溜まると思う。さっきと逆。
いやいや、さっきこれ来てよ。なんで今お肉こんな祭り。いえ、逆だよ。まあいいや、お肉取ります。何個取っていいの？もう一個ぐらい。はい、もういいか。超もったいねえじゃん今の。マジか。まあいいや、しょうがないね。はい、いきます。でね、弱らせなきゃね、もう怖くないですこの人。弱らせるか弱らせないかぐらいの時にエネルさんを使うといいです。うん、13,000、それ大体ね、13,000なので。ああ、もうここさっき、ここでお肉欲しいわ、本当に。あぶね。はい。はい。いいよ。で、半分になっても、なんかね、別に怖くないです。だから、全然もう、あとはひたすら叩くだけ。ああ、いや、ちょ、ひたすら叩くだけです。やべ。OK。もうそろそろやってくるかい？ああ、やってこない。なんか、あれね、あの、なんか、よくわかんないです。え、なんか、ちょっと。なんだっけ、これなんつうんだっけ、このなんかさ、なんかスパーンってなってるやつ。びっくりマーク、びっくり。あれ、まだやってこない？これ次ぐらいか。あ、半分以下だもん。え、もう半分じゃねこれ。え、なにこの人、優しいんだけど。いきます。よし、これは多分いけると思います。これ、なんだっけ、これ一定の夢、一定以上のダメージを軽減。このスパーンってなんかがスパーンって蹴られてる。これ何？よくわかんないけど、大丈夫、もう叩くだけです。はい、叩くだけです。もうスモークはほんと叩くだけだね。弱らすか弱らせない 20% ぐらいのとこでエネルを使うっていう、ちょっと見せまくってる。うん、ほんとそんぐらいだと思う。一回食らっても、あと2回食らえもんね、これお肉取ればね。余裕です。結構このパーティー安定すると思う。まあ時間はかかりますけどね。ちょっと待って、そんな話してたら弱らしちゃうから。話してて弱らしが一番怖いからね。待って、あと3体かけてギリギリ弱らして1回食らって石を、もう石橋を叩きます。叩くだけじゃねえ、渡れ。ちょっとやばいかな。あー、ちょっとやばいかな。あぶね。ちょっとね、弱らせすぎました。怖え。これ大丈夫かな？頼む。食らわないで。膝つかない。よしよし。一回食らおう。すごい、これは、ギリギリ。あ、いいね。一回食らって生きれるので、あとそしたら3ターンかけて倒すだけだから。そう。で、あと3ターンかけて、じっくり倒せば、おしまいです。もうあとは、この3ターン倒さなきゃいけないんで、もうお肉はいらない。もうフルで叩きます。はい。なんか膝ついても何もやってこないから、この人。優しいから。余裕ですね。で、もうここで倒します。別に、ここで倒さなくてもいいんですけど、一応ここで倒します。心来て、次は心来て、ちょっと格好よく見させて、最後ぐらい、ちょっと頼むよ。心来てよ、心。なんとも言えん。半々で来るっていう。なんだろう。今日ちょっとなんかガープンがあれです。ガープなんか結構、ムラない。ムラあるよね、なんかね。まあいいや。で、一応サニーゴン持たせていただいて。サニーゴン2回たまえたね。はい、行きます。よし、あー、ちょっと待って、今、脱線。最後、脱線。やりました。一応、ガッパでね、行きます。ちょっとなんかね、ガッパを開拓したら、ガッパの方が良くねって俺も思いました。なんか白焼きで行こうかなと思ったんだけど、あれやられてるとさ、できないじゃん。必殺技が。チェーンじゃねえや。コンボロックみたいなのがあるとさ、できないので。まあ、個人的にはこのパーティー結構、まあ、時間かかるけど安定はするかなと思いました。はい、そんな感じで、コロシアムのカオスのスモーカー、ガッパでクリアいたしました。ありがとう。ちょっとやっぱフェス限なしでクリアできるのはすごい嬉しいですね。はい、そんな感じでございました。今日も見てくれてありがとう。またあげるので、また見てね。明日も頑張ろう。バイバイ。